って何かあったかしら。ひま先輩、穴覗けない？わかった、見てみるね。場所的に向こうはスタッフルームかな。下着を着たマネキンが見える。ちょっと不気味。変なポーズしてるし。変なポーズ？少し気になるわね。どんなポーズ？スマホのカメラを通して見せたいんだけど、うまくいくかな。ダメそうだったらひま先輩がマネキンと同じポーズをしてくれればいい。ああ、その方がわかりやすいわね。ということでお願い、ひまり。え、私が？なんか少し恥ずかしいな。ここを出るためのヒントかもしれない。恥ずかしいなんて言ってる場合じゃないわよね。うん、そうだよね。わかった、やってみる。こんな感じ。あ、アイナちゃん、それにみやびちゃんも今笑ったでしょ。聞こえたんだから。ひどいよ、こっちは恥ずかしいの我慢してやったっていうのに。ごめんなさい、ひまり。でもおかげでよくわかったわ。うん、このポーズは重要なヒントに違いない。ひま先輩、グッジョブ。もう恥ずかしすぎるよ。ミッションコンプリート、ギミックの解除に成功。さすがアイナちゃん。ええ、よくやったわね、アイナ。それで箱の中には何かある？成功報酬は小さな鍵。待って、その鍵をよく見せて。わかった、これでいい？
イズ的には合いそう。もしかしたらその鍵、シャッター制御盤の鍵かも。嘘、もしそうならみんな合流できるわよ。やっとみんなと会える。お手柄だよアイナちゃん。とにかくその鍵で開くか試してみようよ。でもどうやってヒマ先輩に渡せばいいの？そっか、私が持ってなきゃ意味ないんだ。どこかで持ち物の受け渡しができればいいんだけれど。うん、できる場所を探そうよ。せっかくアイナちゃんが鍵を見つけてくれたんだもん。この鍵でシャッターの制御盤が開けばみんなと合流できる。合流できればあとはここを出るだけ。何としても探そう。よし、に隙間がある。そうだ、もしかしたらここ使えるかも。どういうこと？みやびちゃんとアイナちゃんが上から物を落としてくれたら、私ここで拾えるんじゃないかな。アイテムの受け渡しがアンロックされた。ゲームだったらかなり重要。早速試してみよう。とりあえずこの辺にある瓦礫を下に。やめておきなさい。落とした時の音で着ぐるみに気づかれるかもしれないわ。そうだね、必要な時にだけやることにしよう。ひまり、鍵は取れそう？ちょっと待ってね。もうちょっとなんだけどな。あ、取れそう！取れた！よかった。じゃあ早速、制御盤の蓋が開くか試してみるね。それじゃあこの鍵で開けるよ。お願い、どうか開いて。
今の音って。うん、開いたよ。やった、よかった。本当にこれでひまりとアイナに会えるのね。正直スマホでつながってるとはいえ、一人でいるのは限界だったもの。私も同じ。もう一人ぼっちは嫌。早く先輩たちに会いたい。ひま先輩？なんで黙ってるの？やめて、不安になってくる。ひまり？問題なんてないわよね。早くシャッターを開けてちょうだい。シャッターは開けられない。どうして？鍵は合ってたんでしょ？制御盤の蓋は開いたけど、シャッターの開閉にはカードキーが必要みたい。そんな。やっと合流できると思ったのに、ここから出れると思ったのに。やっぱり私はずっと一人なんだ。一人ぼっちのままなんだ。もう無理よ。ここまで気を張ってたけれど、もうダメ。こんな形で希望を裏切られたら、もう動き出すことなんて。ああ、どうして私がこんな目に。すべて自業自得だとでも言うの？お母様、どうか私を助けてください。私はここです。ここにいます。私を探しに来て。今だけでいい。今だけ。だからどうか、私のことを助けて。みやびちゃん、アイナちゃん。大丈夫！だってこれで脱出に一歩近づいたのは本当なんだから。あとはカードキーを見つければいいだけ。もう少し頑張れば家に帰れるって。でも制御盤の蓋を開ける鍵だって見つけることができたんだから、カードキーだってすぐに見つかるよ。ここで諦めたらもったいないよ、ひまり。それに私、家の冷蔵庫にプリン残してきたまんまだもん。奮発して買ったからさ、いいとこのやつなんだよ。どうしても賞味期限が切れる前に帰りたいんだよね。だから二人に協力してほしいな。プリンって、それでそんなにポジティブになれるの？あ、プリンだけじゃないよ。だってここから無事に脱出できたら、私たちきっと配信者としてスターになれるもん。ここでの出来事は録画されてるんだから、誰も見たことがないものを視聴者さんに見せることができる。そうなったら大変だよ。一躍私たちはトップ配信者の仲間入り。もう何者でもない私なんて終わり。人生が一気に変わっちゃうんだから。ひまり、あなたって人は本当に調子がいいんだから。でもね、脱出まであともう一歩だっていうのは本当でしょ？うん、確かにそうだね。もう少しだけ頑張れば帰れるか。そう、だからもうちょっとだけ頑張ってみよう。ここを出れたら、みやびちゃんとアイナちゃんにもプリン買ってあげるからさ。ありがとう、ひま先輩。先輩のおかげで気持ちが前向きになってきた。そうね、あなたのポジティブさに救われたわ。ええ、もう少しだけ頑張りましょう、私たち三人で。うん、さあカードキーを探しに行こう。
それじゃあこの水晶玉を落とすわね。ひまり、ちゃんと受け取るのよ。オッケー、任せといてよ。待って、宮先輩、ひま先輩、本当に下に落とすの？うまくキャッチできなかったら絶対に割れちゃうって。そう？見た目よりも頑丈そうに見えるけど。私もキャッチできる自信あるけどな。先輩たち、その自信どこから来るの？この水晶玉は私が持ってても意味がないもの。自信があろうがなかろうが落として渡すしかないでしょ。それはそうなんだけど、さすがに水晶玉って割れ物注意だし。大丈夫大丈夫、きっと割れないって。多分、絶対に。多分なのか絶対なのかはっきりして。時間をかけて安全に渡す方法を探せればいいけど、私たちにそんな余裕はないでしょ。なら多少の賭けは仕方がないわ。ああ、不安。信じて、アイナちゃん。私キャッチしてみせるから。それじゃあ落とすわよ。ああ、私言ったよ。落としたら割れるって言った。先輩たち、私の話は聞かないから。こんなの分かりきってたのに。大丈夫よ。割れてるって言っても少しだけよね。うん。ひび割れたってくらいのレベル、かも。現実を見て、完全に割れてるから。おかしいわね。私は完璧なタイミングで優しく落としたのに。ちょっと待ってよ、みやびちゃん。その言い方じゃ私が悪いみたいじゃん。そんなことは言ってないわ。でも私の手元にあった時は割れてなかったし。落とす前なんだから割れてないの当たり前でしょ。みやびちゃんずるい。私に責任をなすりつけようとしてる。見損なわないで。私はただ事実を言ってるだけよ。私が持っていた時は割れていなかった。でもひまりの手に渡った時は割れていると。何度も言わなくていいって。というか、もっと安全な落とし方だってあったでしょ。何かに包んで落とすとか。何かって何よ。梱包材でも見つけてこいってこと？例えばみやびちゃんが着てる服を使ったりとか。いやよ、ただでさえここは寒いのに私に風邪をひけっていうの？それに服なんかで包んでも割れるのを防ぐのは無理よ。それくらいもわからないの？アイナちゃん、何かおかしかった？うん、なんかほっとしたかも。先輩たちの普段のやりとりが見れて。本当に仲がいいよね、ひま先輩とみや先輩。ごめんなさい、ひまり。それにアイナも。確かにもう少し考えてから行動に移せばよかったわ。水晶玉が割れてしまったのは私の責任。本当にごめんなさい。違うよ、悪いのは私。私がちゃんとキャッチできなかったからだよ。ごめんね、みやびちゃん、アイナちゃん。うん、二人とも謝れて偉い偉い。それじゃあ気を取り直して探索を続けようね。
青い配線が入ってた。確か赤色の配線もあったわね。じゃあそれも配電盤に使うのかな。行ってみようよ。ミッションコンプリート。私にかかればちょちょいのちょい。あっ、今1階のどこかで音が鳴った。アイナちゃんのおかげで電気が通ったのかも。すぐに確認してみるね。行ってくる。
ひまりは本当にちょっとつもうしんね。考える前に体が動いてるっていうか。うん。ひま先輩が考えてる姿なんてあまり見たことない。でも、ひま先輩のそういうところに惹かれた部分もある。そうね。あの子の持ち前の明るさと強引さがあったからこそ、私たちも仲良くなれたんだし。ひま先輩と出会ってなければ、配信とか絶対にやってなかったと思う。なんだかんだで、私たちも配信を楽しんでいるし。今もそう。こんな状況でも、ひま先輩の明るさに救われてる。ええ。感謝しなきゃね。でも、やっぱりもう少し頭も使ってほしいわ。だね。でもひま先輩にそれは無理。落ち着いて考えて頭を使うなんて絶対に。そうね。仕方ないから頭を使うのは私たちの役目ってこと。うん。ひま先輩が頭を使えない分、私たちが使おう。あのさ、ライブ配信中なの忘れてる？全部聞こえてるんだけどな。水晶玉をセットできたよ。アイナちゃん、割れてたけどセットできた。割れてたけど大丈夫だった。ほらね、私が言った通りじゃない。少しだけ割れてたとしても何も問題はないのよ。なんだろう、素直に喜べない。先輩たちが自分の罪をチャラにしようとしてて。とにかくセットできたから、過去のことはもう水に流してもいいよね。人間は失敗する生き物。重要なのはそこから何を学ぶか、よ。うん。でも失敗したの先輩たちだし、私に言うんじゃなくて、自分たちの心に刻んで学んで。それでひまり？何か変化は起きた？何かが浮かび上がってきた。これ何のマークだろう。よくわからないな。わからないのは当然。水晶玉が割れてるせいで、マークが全部見えてない。そうかしら。失敗を認めないと学ぶこともできない。先輩たち、愚かにならないで。わかったわよ。認める認めるわ。割れてるせいで全容はつかみづらくなってる。ごめんね。とにかく今の状態で考えてみるしかないね。何か意味があるのかな。これだけ意味深だもの、何も意味がないとは思えないわ。もしかしたらどこかに同じマークがあって、そこで何かするとか？
そうかもしれないわね。とにかく手がかりを見逃さないように探索を続けましょう。ちょっと待って、そのマークどこかで見覚えがあるわ。確か3階の洋食屋にあった小さい機械に同じマークがあったはずよ。さすがみやびちゃん、記憶力いいな。その機械調べてみよう。何か新しい発見があるのかも。そうね、洋食屋に向かうわ。大丈夫なはず。でも出てきたのは100円玉だけだね。バカにされてるのかしら。子供のおだちんじゃないんだから。時間を無駄にした気分ね。おみくじが出てくるよりはいい。まだ100円の方が使い道がある。そうかしら。100円じゃ自販機でジュースも買えないわよ。というかこんな廃墟で現金なんて持ってても意味ないでしょ。でもある意味貴重。私たちここまでキャッシュレスで来たし。1円を笑う者は1円に泣くって言うし、100円なら1円の100倍価値があるよね。はぁ、とりあえず取っておくわ。うんうん、きっと役に立つ時が来るよ。宮先輩、何が出てきた？キャラカード？どんなキャラクター？どんなって言われても、キャラクターのイラストなんて書いてないわ。
というかそのカードってシャッターのカードキーじゃない？え？あ、本当じゃない！これが探していたカードキーよ！やった！とうとう見つけたね！アイナ？あなた、嬉しくないの？だって、キラカードじゃなかったから。つまんないの。でもこれで、ようやくみんなと会えるんだよ！ほんと言うと、ここで喜んで、またダメだったらもう立ち直れそうにないから。アイナ。アイナちゃん！今度こそ大丈夫！シャッターが開けば合流できるから！ええ、その通りよ。だから心配しないで。うん。私、早くみんなと会いたい。そうと決まったら、このカードキーをひまりに渡さないとね。うん！受け取ったらすぐに開けるから、急ごう！よかった。早速制御盤に使ってみましょう。大丈夫かな？またダメだったらどうしよう。大丈夫だよ！もうすぐみんなで帰れるよ！ヒマ先輩、早くシャッターを。焦らせちゃダメよ、アイナ。ヒマリの手元が狂って、カードキーが折れでもしたら。大丈夫、大丈夫。私に任せて。今やってるからね。ここにカードキーをと。はあ！どうしたの？まさか本当に折れて？ううん、ちゃんと使えたよ。制御盤が反応した。ひまり、あなたね。紛らわしい声を出さないで。あ、ごめんごめん。だって嬉しくて。それでここのボタンを押せば。こっちもシャッター開いた。よかった。本当に開いた。ね？任せてって言ったでしょ？よかった。本当によかった。アイナ、泣くのは早いわよ。せめて合流できたからにしなさい。そんなこと言って、みやびちゃんも泣きそうじゃない。仕方ないでしょ。私だって、嬉しいんだから。みやびちゃん、アイナちゃん、ありがとう。二人がいなかったらきっと、ここまで来れなかった。それは私も同じよ。一人じゃとても乗り切れなかった。近くにはいないけど、いつもそばに感じてた。だから、
私も頑張れた。そうね、アイナ、よく頑張ったわ。うんうん、私たちみんな頑張って偉い。それじゃあ合流しましょう。私とアイナがひまりのいる1階に行くのがいいわね。うん、1階に行けばなんとかなる。先輩たちと一緒なら出る方法だってきっと見つかるはずだね。それで合流したらすぐにここを脱出しよう。ええ、こんなところ1秒だって長くはいたくないわ。早くここを出て家に帰って、そしてお母様に。そうだね、早く家族の顔を見て安心したいよね。でももうすぐだから。私一人ぼっちじゃない。もうすぐ先輩たちと会える。でも一緒になっても絶対に裏切らないで。必ず私も一緒に外に連れてって。お願いだから裏切らないで。当たり前でしょ、アイナちゃん。アイナちゃんをここに置いていったりしない。帰るときは必ず一緒だよ。うん、私信じてる。先輩たちなら信じても大丈夫なはず。もう二度とあんなことは。アイナちゃん、ごめん、何でもない。そう、それならいいんだけど。でもさ、いざ出れるってなるとちょびっとだけ名残惜しい気がしてこない？え？ほら、撮れ高的には最高だったし、もう少しだけ撮影してもいい気がしてくるというか。危なくなっても急いで出口に向かえばいいんだし、いつでも出れるっていう余裕があるからこそ。ひまり、まさか本気じゃないわよね。冗談にしても笑えないわよ。命を危険にさらしてまでする撮影なんて意味ない。死んだら終わり。もちろん冗談に決まってるってば。まさか本気にしちゃった？嫌だなあ、もう。それならいいのだけれど、いつもの暴走モードも今だけは抑えてちょうだい。ひま先輩、帰ろ、お願いだから。うん、もう十分撮影できたし、これ以上欲張っちゃダメだよね。さあ、早く合流して家に帰ろう。今シャッターの向こう側に来たわ。アイナは？私も。でも暗くて先がよく見えない。気をつけてね。私も二人を迎えに行く。ゴミが散乱してて足元が悪いわ。焦らず慎重にね。でも二人と会えると思うとどうしても早足に。え？